番号はまあいいんだけど、大変なことが起こりました。ギラジーがなくなってる。やべえよ。は今のところチャララインで来てますからね。スタート良かったんだけどな。はなはな2日間打って快勝快勝だったんだけどね。今年2度目のなプラス収支を目指してますんだからね。月間ね、地に足をついてやっていきましょう。はい、おはようございます。もうこれでいいと思うんだよな。うん、難しいこと考えず行こう。相手だから。おかげさまでね、最近そう、あの花々の方の調子がね素晴らしくいいんだよね。連日ビッグの上振れ祭りみたいなことになってるから、あとまあこっちが整えば向かうところ敵なしなんじゃないかっていうね状況なんですけど、時期的にはそうね、まあ今日9月の5日ですけど、この数週間、まあ、1、2週間って言った方がいいか、業界的にはねちょっとしんどい時期だったはずなんですよ。っていうのはまあほらお盆休みやったじゃないですか。でお盆休みでね、まあ、ある程度稼働上がって、そこからまあいつでもそうですけど大型連休明けはまあ稼働落ちますんで、ひとしきりねお客さん減ったんじゃないかと思うんだけど、ただまあそういう時期を経由してここからまあだから年末に向けてさ、またね組み立てていこうよっていうタイミングだと思いますん で、 でしかも今日ね日曜日なんだよね。出玉をアピールするにはもってこいなんじゃないかとちょっと思ってるんですけど、でぼちぼちね、あの 6.5 号機も玉が揃ってきて、でまたここからね面白そうな機会がね目白押しというか何機種も控えてますけども、それと等しくさスマスロだよね。いよいよ正式にリリースも決まってね、間もなく導入が始まるということなんですけど、いや興味深い話がね、続々と飛び込んできますよ。まあね、従来機に比べて、お当たったラッキー41、ちょっと一応確認するか。はい、単独で、あ色型ラッキー2000、よし41ゲームやりました。はい、でそうそう、そのスマスローよね。まあ、スマスロー基準というか、ね、機械の中身に関しては、まあ、従来機よりも、ね、若干自由度が高くなるということなんですけど、それよりも何よりも、ね、個人的にその一番、まあ、気になったというか、わすげえなと思ったのがコイン単価。コイン単価って、まあね、聞き慣れない人もいるかと思うんだけど、要はね各機種におけるですねコイン1枚あたりのに見込まれる売り上げ、うん、要はこう、ね、20円で借りるじゃない、てか買うじゃない、でそれをだから入れた時に20円入れた時にどのぐらいの売り上げが見込まれるかとお店に、うん、これがねもちろんまあね、今まあその聞いてる話でどっかのメーカーがその機械のこう、ね、コイン単価を公式に発表したとかっていうわけじゃないから、まあまあ蓋を開けてみなきゃ実際どうなるのかまあ分かんないっていうのはあるんだけど、ただまあ一応まあ僕が聞いてる限りだとコイン単価がねなんとなんとなんだけどね 4.5 円とかあるらしいのよ。でこれ 4.5 円ってどのぐらいすごいかっていうと、具体的にね、じゃあ
じゃあ、6号機ジャグラー、6号機ジャグラー、これはもう2円ぐらいです。アイムで 2.2 円とか3円とか、ただね、実際1円台 1.9 円で推移しちゃってますとかっていうお店さんとかもあったりするから、まあざっくりやっぱ2円ぐらいだと思ってた方がいいのかな。で、じゃあ最近粗めの 6.5 号機で犬夜叉、これでいくらかっていうとね、大体 3.5 円から 3.6 円ぐらい。まあだから現行機の中ではまあね、それでもまあトップクラスなんだけど、まあぶっちぎりか、もうむしろ、あとはそれですら 3.6 円、約1円も違う。でまあ過去遡れば、ね、4円台とかね、っていう機会もまあ全然あったわけよ、5号機の時なんかはね。でじゃあ分かりやすいとこで 4.5 円ってどのぐらいの機種に相当するかっていうと、もうハーデスなんだよね。外線は確かもうちょっと高いんだけど、すごくないですか。もう出玉の起伏は5号機の最盛期と同じぐらいっていう見立てになるわけよ、ね、またそれによって車高振どの頃とか言われても困るんだけど、ただまあ、ね、決められた枠組みの中 でそこまで機械性能まあ、押し上げたって言っていいと思うんだよね。やっぱほら機械使うのはお店ですから、じゃあお店がどういう機械をね好むかっつったら、この、まあ、出る出ないとか機械割りとかそういうのは一回置いといて、やっぱ売り上げが立つ材なのよ。でコイン単価が高いイコール売り上げが上がるわけじゃない。コイン単価っていうのは1枚あたりのね、そのに見込まれる売り上げを示す、さっき言いましたけど、まあ、まさにその通りなんで、これね 4.5 円とか持ってこられたら、でそれを体感してしまったら結構だいぶ癖になるんじゃないかと。てか、5号機のそういう荒い機械とか打ってた方なんかはね、かなり引っ張られるんじゃないかなと思うんだよね。でまあ、コイン単価が高い、ね、出るときバコン、吸い込むときドスンみたいなことなんだけど、やっぱその吸い込んでもらいたい台にきっちり吸い込んでもらうっていうのも大事なわけよ。なぜならまあそれはね、お店だってその売り上げの中からしか玉は出せないわけで、まあそれ日によってね、赤字で営業したりっていうこともあったりなかったりするわけだけど、基本的にはさ、日々の営業を組み立てていく中でね、ちゃんと取るところをしっかり取らないとやっぱり入れたい時に入れれないわけよね。という意味でちゃんとね、その売り上げが見込まれるとか望める機会が今後増えてくるっていうことなのであれば、これはね、ちょっともしかしたら本当にパッソリ良くなるんじゃないかっていうね、だから一つの、ね、きっかけになり得るなと思いますよね。いいね、周りには朝から順当に当たりを重ねてる台がね、そこかしこでお見受けできます。ああでもそうだよな、最近わらびのジャグラーでちょっとやれてねえんだよな。てかいつだっけ、前回前々回どうだっけ、わだった453、ほらまあ ECD にね台出してもらって、その間 で2回とか引いてもらったからいいけど、個人的にはでオハ1000とか食らってたもんね。投資が全部で9000円、ちょっとまあもう早々になんか動きがないとまずい。どう早い17チェック、単独です。はい、よしよしよし、まだなんとかなる。
三八、しかも白く光ってる。とりあえず整ったっていうか戻ったね。うん、オッケーオッケー。うん、今日もビッグは弾けるな。ねえ、今日もまあとりあえずビッグは弾けてるんだけど、どうもね、このとこ、うん、バケが、まあ、バケが引け、まあ、引けてないんで、うん、引けてないって言った方がいいな。なんか良さそうな、ねえ、ダイヨ、まあ、良さそうだと、まあ、良さそうってか、いいと思って、まあ、打ってんだけど、ビッグが跳ねます。で、まあまあなとこまで跳ねます。ただ、まあ、バケがついてこなくて、なんだったら、結構下、そこだけ下振れとかしちゃって、でもまあビッグが強いもんだから結局勝つんだけど、化けの下振れであんまりいっぱい流せなかったとかみたいなことがあんのよ。おいしょしょしょし、5、4。ほら、良さそうなの打ってるとさ、ビッグは引けないけど、なんか化けがやたら晴れちゃってさ、でなんか苦しい展開になるとかって分かるんだけど、逆なんだよね。でなんで良さそうだと思うかっていうと、打ち始めた直後にポロポロって 2,3 発化けが引っかかるわけよ。でまあまあとりあえず化け当たってるしやってみようってやってたら、ビッグばっか回数上がってってさ、でレギュラーはもうこっちの方でね。うん、最近そんな感じなんだよ。まあビッグ引けてるからいいんだけど、いい台打てども打てどもねえ、ビッグはひたすら下振れ、負けだけ上振れみたいなさ。まあそっちの方が辛いから、で今年もそういう時期あったけど、今はもう真逆なんでね、ビッグ上振れのシーズン来てるから。で今これ3の2になって合算123分の1、いける、うん、いけるいける、いいよ。50、はい、いい、うん、所さんやっぱ最近いいです。うん、よしよし、98、もう狙っちゃおう。はい、いや、いいじゃないいいじゃない、4の3で107分の1、いい、いや、やっぱでも後ろさんここのとこやっぱ明らかに調子いいね。44、すごいじゃん。どうしたの、ずっと速いのが続いてる。あららら、はい、ここで100ゲーム超えました。7連だな。でよ、この一区切りついたこっからだよね、本当に大事なのは。背中の角の方がちょっといいな。まあ5の5で当たり方がいいよね。236、ビッグなら行ってこい。ただこういう時に限ってね、してた。まあでも OKOK、 5の4で114分の1ね。普通に台っぽくかね、ねっぽくなってきたけどね。でさ、背中の角も今まだ、まだ上がってる。6の5で104分の1でしょ。今日あれか、角の日か。背中で角が6の5で105、その隣が8の3で102ね、いいよね。でその隣の隣が5の7で105、
そのトレーが6の5で110。いや、背中すごい元気な台が目立つね。200を連続で超えて、まあまあ削られちゃったね、これ。頼む。よし。危なかった。ちょっとヒヤッとした。226ビッグ。ここ早ビッグを一発引かないとまずいとこよ。早ビッグ一発引いてピークに戻るか戻らないかぐらいだから。いいよ16。これビッグでお願いしたい、ビッグでお願いしたい。通常点灯だけど、はい。これでまあ6の5で115、まあいいけどな。あ、なんとかこのままね、右肩上がりで最後までね、これを打ち切って終われるような流れになってくれるといいんですが、ね、ドア玉のっていうか、まあ第2ラウンドだけどね、ボーナス2回目のところで食らった400オーバーと、まあ今ここ200オーバー2連続食らってね、ちょっとあれちょっと怪しいかみたいな空気にもなったし、要所要所ねちょっと危なっかしい感じになるから、もうちょっとなんだろうな、出玉だよな、うん、もうちょっと出玉をキープしたい。いやー、またちょっと雲行き怪しい。ここで300ですかい。285ゲーム。ちょっと背中の角がさ、飛び抜けてやっぱりいいもんだから、ねえ、その ギャップにさ、なんか当てられちゃうよね。いやー、ちょっと苦労そう。あう、クレジット打って休憩行こうと思ったら、3637。今のハマりが答えたよ。363デグ。おう、オッケー。7ゲーム通常点灯からのお願い。まあまあ即連だから許そう、ね、こういう時は綺麗な所作で丁寧に嘘と心がけよう。こういう時こそだよな、うん、エンジョイジャグラーの精神を忘れずに丁寧に打つね、要素要素でちょっと力が抜けちゃうようなハマりが来るけど、トータル7の7で129だから、まだまだここからほんの一山でね、えだったら6の合算だって振り切るぐらいのとこまで割とね短時間でいく可能性もあるからね。30分後ぐらいにほら、あ、そう、白く光ってる。30分後ぐらいにもう本当ねえ、左打ち輪でレバー耐えてるかもよ。だからもう一発だよな。もう一丁早ビッグでだいぶいい線まで行くよ。ピークに戻るかちょい越えのとこぐらいまで今引けばいけそうな感じだね。背中が16の12で81分の1。なんとか背中のお父さんを振り向かせるぐらいのね
当て方をしましょうよ。ねえ、9の7で123分の1でしょ。なんかマイナスで終わる台だとは今んとこ思えないんだけどな。ただ要所要所やっぱねえ、おぼつかない挙動になっちゃうもんだからねえ、安心してれば叩けないとか。まあ上は上だと思うんだけどね、もうさすがにね。79いいよ、ビッグ確定。これでおおむねピークに戻ったかな。うん、帰ってきた帰ってきた。はい、係数機に570枚プラスビッグ1回分だから、まあざっと800枚だね。カードのねえコインに手をつけなければ、とりあえずもう今日負けはないとっていう状況なんだよね。どう66はい、10の8で117ドン。おお、39ゲーム。通常テント、通常テントで最近ビッグ揃ってねえけどな、ね、いや、あれあれあれ、10の9で113分の1になっちゃいました。完全に揃ってます。いや、ちょっと話が変わってきたね。なんかチェリーの同時性多いね。96、ああ点滅、ミサコがラッキー点滅、これは分かりやすいね。なんか安定感出てきたな。いや、これはいけますわ、今日は。これで、まあ、1000枚に乗ったかなぐらいのとこまで来たな。 OKOK、 背中がまたちょっと見る間にビッグが23のレギュラー16になって76分の1、まだ上がってんじゃん。係数機に3100枚ぐらい出て、下皿にも4500枚、4000枚見えてんだもん、あれ。うん、268ビックだから、まあ行ってこいだね、いいとこ。なんかまあもうほんともう一息なんだけどね、もう残り1時間弱ぐらいだから、ここでもう勝負を決めちゃいたい。最悪このままなんか最後にドハマリでマイナスフィニッシュとかありえるっちゃありえんのよ。260ちょいちょいビッグからの100超え、まあ200前後ビッグとかならまあいいけどね、結局減ってないからね。ただとかみたいなので、200ゲーム台中盤レグ、200ゲーム台中盤レグみたいなことになると、実はまあまあ削られるから、150過ぎたぐらいからそうなんだよね。フィーチャーやっぱ引くべきボーナスがもう限定されるんだよね。150オーバーはもう絶対ビッグだから。道中ちょっと中ハマりが連続する場面とかもあったからね、ちょっとここ頼むよ、もうあんま時間もないから。うまい具合に、うまい具合にまとめよう。揃わねえかな。はい、おう。
なお184ゲームでビッグ。 OK。 あとビッグをどうだろう、1回引ければ負けはないかな。うん、1回か、1回でいけんな。いやー、どうにも揉まれ倒すね。まあ揉まれてるぐらいだからまあいいっちゃいいんだけどさ、ちょっと横ばいが過ぎるな。138、お、固まった、ナイス。これでとりあえず、そうね、今日の負けはなくなったかなって感じですね。まあよかった。まだまあ今は合算で127分の1、まあビッグ14でレギュラー9なんだよね。で合算的にはまあ5なんだけど、そうだな、予想するなら、まあ、やっぱ4ぐらいが妥当になっちゃうのかな。145、あー、ここでか。はい、ただまあこれで一応レギュラーも10回乗りました。2985ゲームで14の10。ワンビッグでいいかなと思う。ワンビッグで。116ビッグだったのか。完璧です。ここまでかな。まあでも最後ね、頑張らず現状維持プラスアルファぐらいでやれてよかったよね。はい、15の10で130分の1ですね、ちょうど。はい、3250ゲーム回しました。で、お流し940枚、47枚貸しの9000円だから、まあまあちゃんと行きましたよ。はい、終了。はいね、実は結構久しぶりなんじゃないかなっていうね。早めに移動して2台目で、どうにかなったみたいな、その台打ち切ってとかあったかもしれないけど、朝座った台をしっかり打ち切ってのプラス収支でフィニッシュって、最近それがね、出すわらびでた、できてなかったんだよね。だから今日非常に良かったです。で朝一発目サッタったって、2回目が400何歩でしょ。あそこで一発飲まれてたらもうじゃあ次ってなっちゃってたと思うんで、まあ勝因はそこかな。まあ予想するじゃん、4か5、ちょっとまあレギュラーが若干ね、心もとないかなっていうところで、でもまあ4あったんじゃないかと思いますんで、で500枚ちょっと置いてますからね、まあ十分なんじゃないかと思います。ただまあ今日終始ね、あの背中の角台ですよね、あれをねやりたいんですよ。だってもう虹、今ちょっとまあ若干揉まれ始めたけど、ただそれでも今帰り際に見たら合算87分の1とか8分の1とかで、ビッグ24のレギュラー19とかなんかそんな感じなんですけど、そうするともうあの台ね、1時間前ぐらいに優に3000枚超えてたんですよ。3時前ぐらいに、あれを1回やりたいんだよな。ただその時の確率を見たら、ビッグ、まあ、レギュラーも突き抜けてんだけど、さらにビッグがその上を行ってて、合算でね76分の1とか8分の1とかね、そのぐらいだったから、まあやっぱ簡単なようで難しいよな。ただまあ続けていればね、きっとまあいつかそういうこともあるだろうということで、まあちょっといい目標ができたというかね、はい、あの夢のような展開をね目の当たりにしてしまいましたので、いつか自分にもお鉢が回ってくることを記念してですね、今日の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。